今日のビントレでは腰痛を予防しながら腰肉を撃退できちゃいます。ご指導は2017年日本一の美ボディに輝いたゆこさんです。今回は腰肉撃退、リラックスもできる気持ちいい腰痛予防のストレッチです。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブに来ています。ビントレご指導はゆこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん食欲の秋ですね。何でも美味しい食べちゃいますよね。そうなんです。食べて気になるのは腰肉ですよね。そうですね。お腹とともになぜか腰肉もなかなか取れません。しっかりと運動すると確かに脂肪全体的に落ちるんですけど、やっぱり腰をほぐすと腰肉も撃退できますから、ほぐしてから動く、この流れがすごく重要なんですね。腰をほぐしてから動くですか？そうなんです。いきなり有酸素運動をしても腰肉ってなかなか落ちにくいんですが、最初にストレッチを加えてあげて刺激を加えてあげると運動した時に効果も抜群になります。はい、そしてかつ今日はすごくリラックスできる内容なので、皆さん仰向けでぜひ一緒にやってみましょう。お願いします。はい、まずは仰向け骨盤フリフリワークです。そう、かわいいですね。はい、仰向けになりましょう。はい、仰向けになったら両手もバンザーイで、バンザーイ、はい、その後はとっても簡単です。ただ骨盤をフリフリするだけです。フリ、横に、そうです、左右、左右にお尻をトントントンとつくようなイメージですね。ほうほう、この時注意したいのは、はい、頭を振らないようにしてください。頭はそのまま、そうなんです。結構頭振ってしまう方がいるんですけど具合悪くなっちゃいますからね。なるほど、はい、頭はそのままで、そうなんです。骨盤がただ揺れるだけでなんとなく足首も揺れますし、背骨もなんとなく揺れているのが分かるかと思います。そうですね。そして痛さは全く感じないです。はい、そうなんです、うん、もう骨盤周りが固まると当然腰周りも固まってお肉もつきやすくなってしまいますからね。なるほど、はい、骨盤これすごいリラックスもできますので、はい、この動きとっても大事です。はい、寝る前なんかもおすすめです。なんかリラックスできますね。ですよね。その後さらに腰肉伸ばしていきたいと思います。仰向けで止まっていただいて、はい、このまま両足を左側にやりたいと思います。左側に両足を、はい、仰向けで三日月ワークですね。うん、ポイントは今右お尻が浮かないように気をつけてください。はいはい、そのまま両手を今度は左側にやります。お、じゃあ足とともに手も、そうなんです。上から見たら三日月の状態ですね。なるほど、はい、右のお尻が浮かないように注意です。はい、しっかりつけることで右の骨盤から腰周り伸びているの感じますか？はい、感じます。はい、伸びてます。ここ右側です。そうですね、なかなか伸ばせない部分ですね。うんうんうん、しっかりと呼吸して伸ばしてあげてください。気持ちいいですよね。呼吸するとより伸びますね。はい、呼吸筋群、この腰の下にはですね、いっぱいいろんな筋肉ありますからね、しっかり呼吸してほぐしていきましょう。そしたら反対も行います。はい、元の位置に戻りましょう。戻ります。はい、そしたら両足を右側に移動させましょう。あ、だだだだ、はい、ポイントは左のお尻が浮かないことですね。しっかりと地面につけておきましょう。はい、そしたら両手を右側に倒します。あ、伸びた。はい、上から見て三日月ですね。三日月、このまま呼吸しましょう。伸びる。そうなんです。左側、気持ちかったでしょうか？これでそのまま眠りたいです。そうですね、もう寝る前にもおすすめです。はい、はい、ゆこさんは LINE でも情報を発信しています。はい、LINE でライフスタイルクラブと検索いただき、ピントレとお送りください。お送りいただいた方に本日は全身が整う腰痛予防にもなる、会員さんにしか普段は公開してない限定動画をプレゼントさせていただきます。気持ちよく一緒に体操しましょう。ゆこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ピントレでした。うん、寝ながら簡単でしょ。三日月気持ちよさそうでしたね。そうなんですよ。うん、でここ腰をほぐすことで有酸素運動をする時の腰肉撃退にもつながるということですので、皆さんもチャレンジしてみてください。